こんばんは。やっほー、ちょっとテロップ書く。え、寝ちゃうの？寝ちゃう？みんなそろそろやばい、書き入れの学校なんだけど、明日、明日って金曜日だよね。ありがとう。結婚してダメでーすだっけ、嫌でーすかなんだっけ、寝ずに起きてた、眠いかな。今日誕生日なの、おめでとう。寝る準備まだか。あ、こんばんは。あ、ハートありがとう。シャナシモン会来てみた。どっちそれ、嬉しいのか喜んで来てんのか。エクレアです。エクレアじゃないですよ。お断りですか。ダメですかと思った。断りでーす。断りでーす。こんばんは。誕生日に猫見せてください。え、猫めっちゃ今1階にいました。みんなスイラ。こんばんは。あ、チンジャオロース美味しそうだった。苦しいです。美味しそうだった。ピーマン好きだから。あ、ピーマンじゃんってなった。何匹おるん。4匹おる。今何時、9時だよね。もうちょっとで。ちょっとじゃあ2回目はラフな感じでいきます。関西弁でいきます。まあ、関西弁が私の主な言語なんですが。私のバナナのイルミネーションピラミッドみたいやわ。あ、見ました。さっきメンションしてくれてたよね。メンションというかハッシュタグ、めっちゃ綺麗だった。関西人じゃないのに関西弁使えない。関西人です。歌いますか言うのかと思ったのに。歌いましょうか、なんか歌いましょうか。全然ラフだった、さっきも。なんか歌ってほしい曲ありますとか言って。イヤホンないけど、イヤホンマジ買ってこない、やばい。買ってきます、また。有線イヤホンないので、ないので買ってきます、また。こんばんは。パーカー女子、関西弁って言いながら南波のメンバーと喋り方が違うよね。そうなんかな。大阪の関西弁と兵庫の関西弁ってちょっと違うんですよ。パレオはエメラルド。こんな感じ。最初ないっけ。こんばんは。深い海の底に、いやいやとか言って、やっぱりそうなんよね。深い海の底でだよ。え、深い海の底で。関西弁も大阪弁とかいろいろあるよね。あ、大阪弁と関西弁は一緒なんかな、だから一緒。キャベツの青虫めっちゃ。いや、練習してる、練習するほどのもんじゃない、絶対。
デーだよね絶対日本語的に。京都、あ、京都は全然違う。京都は全然違う。関西弁、関西弁の中に大阪弁、京都弁、何々語、何々語、何々語みたいな感じかな多分。え、違うんかな、よう分からん。関西の人教えて。関西の人案外少なかったりして、トーク会はめちゃくちゃ多かった。なんか5人連続兵庫の人ですみたいな。あ、そうそうそう、大阪の中でもいろいろある。お疲れ様です、深い海の底にだった深い海の底でだったらさ、なんか深い海に戻っ、も潜ってさ魚見つけてるみたいじゃん潜ってるのおもろいけど。こんばんは、うちあいせ関西弁どこですか？兵庫は大阪めっちゃなんかみんなが真似しやすい関西弁みたいな感じやけど、兵庫は、兵庫はとか、まあ、その周りは何やろうな。でも兵庫によってもいろいろ違います。違うんです、兵庫によっても。お米食べよ兵庫によっても違う。一応みんなにおにおって匂いするから梅です、これは梅のいい匂いするでしょう。匂ってほしい。うん、秘密か。あ、そうそう、豊岡も兵庫、あそこら辺もちょっと喋り方違うあれもあれ、スパイマンだからカピカピなんです。よっぱ、なんでやん、なんでやん、なんでやんは言わんかも。なんでやねんかな、なんでなんとか言います。クマ出る、出るけど近く、え、出るんかな、どうなるの。え、けど兵庫のクマ出ましたニュースは見た。兵庫のどこか忘れたけど、かき氷常食そう、美味しいんです本当に。2袋買う、いつもなくなったら一生食べれる。23キロカロリー、糖質 4.0、 脂質 0.1、 食物通繊維、カルシウム、クレン酸、鉄分だってがいっぱい入ってるらしいです。健康ですこんばんは、裏入ってて出遅れた。まあいいか、よくないよ、待ってました、待ってたにょ、待ってたにょき。なんかあれですね、入りが悪い気がするみんな寝たの、もうみんなもう寝た。こんばんは、みんなもう寝ちゃったの。そんなにないよね多分今。300人ぐらいじゃない？300人もいなさそう。眠い、寝ちゃダメ、髪かかし寝る予定だよ。え、 YouTube 見るんじゃないの、かきるのの配信見ないの。ご飯食べてないですご飯まだ食べてない、まだ食べてないっていうか食べへんかな今日は。今日はご飯食べません。
ご飯食べないでお風呂に長く浸かり、ちょっとね、まあ、夜はあんまり食べんとこうって感じかな今日は声の方も人多かったですね。うん、多かった多かったってか、レナ行ってないけど、パレード行ってないけど、友達みんな行ってた。開発してくれた部屋2個見ないとだから、なかなかしんどいよそっか、ほんまに見てるん？2回、2回というか YouTube 配信、 YouTube ので、深夜にこすり冷蔵庫あさるんでしょそう、夜になんかご飯抜いてダンスしてお風呂入って寝る直前にめっちゃお腹減る。そう、そう、飯抜きです。今日は食べないと身長伸びないよもう伸びないでしょ。なんで関西弁なの、なんでだろうなんでっていうか、もともと関西弁だけどね、かきれなの主な言語はそういうのも返信したんですけど、見てくれたり見てくれてたりしましたか。え、見てるよ。今日まだ見てないかも。え、今日2回ぐらいさ見たんだけど、あのまだ来てないなと思って、で配信始めちゃったから後で見とくね。昨日も2回配信してくれて、さすがに落ちしたよね本当じゃあちゃんと見てんだウケる。なんか、え、なんで見てんの、今見てんのに、リアタイしてるのに。これをリアタイっていうのかわかんないけど、だって同じシーンあるわけじゃん。やっぱり可愛いな、ありがとうほぼ標準語で話してくれるから、関西弁でこれ誰が間違えたかなってなるそう、関西弁あまり好きじゃない人もいるかもだからって思ったけど、なんか2回目だし、なんかラフな感じでいいかなとか思って、そう間違えたかそんなに違和感あるの。編集より来たかな、え、見とかね、また気分的に見とく、かわいい気分は気分はかわいいね。9時配信始まる前に一つ返信しようとしたら、チンジャオロースにも来て送れなかったぞ作ってたのか。ん、星かわいい、ここにあんの、ありがとうございます。こんばんは、標準語ですが今全然関西弁苦手な人絶対いるよね、言ってないだけで、きっといるんだよ多分。こんばんは、チンジャオロース美味しそうでした、レナも見たのさっき美味しそうだったよねめっちゃ美味しそうだった今こういうふふおいしそうだったよ、ピーマン細かかったね、おいしそうだった関西弁可愛くて好きだよほんまにじゃあ関西弁で、レノもピーマン好き、ピーマンめっちゃ好き。ピーマン好き、ピーマン欲しいからキレのファンが見ちゃうじゃん、はずい、いいやん、おいしそうやったからみんなさ、レナのことエゴサすんの、レナだけかと思ってた、エゴサすんの。初見の返信メール飽きてきたのよ、え、いいよ、あれ面白かった、ピーマンでかいと食べれないそう、かきれなは食べれます、ちょっと匂いがね、ちっちゃかったらまあまあまあいけるか。こんばんは、え、するよ、え、ほんまガチ、レナのファンの人ってさする、エゴさレナのえ、するんや、へえ。あ、わかる、ピーマンと肉の比率がピーマン以上肉だったら味が消えて食べやすくなるよな、それはわかるわ。ピーマンの肉詰め人気やなありがとう、いやいやこちらこそありがとうピ
今の肉詰め人気ですね。レナのファンじゃないけどするよ。え、ファンでしょ。まあレナのファンやんなみんな。レナのファンじゃない、それは初耳。エゴサしない、しない人もいるし、してくれる人もいる。してるよ。女性かけられることどう思ってるのかなとか思っちゃう。おー、そういうことね。みんな面白。ピーマンってチンジャオロースに肉詰め以外何以外ある？え、なんだろう、普通にお肉と炒め物、まあ、チンジャオロースにだね。この人はみんなかけられちゃうのファンだけど私は違うかな。え、なんで。なんで。レナのファンやべ、ありがとう。サツキチでしょ。でも本命どうなのそこは。オーディションの時かけれなって言ってくれてたのに。あ、そう、プロフにかけようでやりました、ありがとう。え、あのね、なんかみんなになんか、あ、わかる、浸してるピーマンわかるわ、それわかる。サラダにピーマン入ってるの嫌だ。あ、それは嫌だね、ちょっと。ちょっとやだね。サラダはなんか美味しいレタスとかトマトとかちょっと鮮やか風に食べたい、苦味なしで食べたいサラダは。え、あのなんかレナのね、レナの目標はみんなのあのツイッターの上、あ、ツイッターじゃないエッグの。あ、みんなのプロフィールのところにかけれなの名前が入ることです。レナの目標、なんかそれ入れてくれと人見たら笑顔になる。笑顔になるし、ね、なるし、なんかそう嬉しい。あと自慢する、同期とか家族とかに。そう、え、アップデートしてないかまだ。え、そうなん、なんか勝手にアップデートされそう、もうちょっとしたら。そこまで見てるのすごいね。え、なんか見てまっていうか、なんかあのツイッターのあのところに、ツイッターのところになんか名前入っとったら嬉しい。うん、嬉しい。あと自慢する、友達とか学校の見てみたいな、レナのファンやねっていう。みんなが嫌かもしれんけど何も書いてないです。目標です、目標かきれなの、みんながレナの名前をあそこに書かせたいな、逆にトーク会とかの時に今すぐ書いてみたいな感じで。やばいな、かきれな、友達にバラしてます。そうとか、なんか友達もかきれなのことエゴさしてるらしい。親友もしてるらしい。親友はマジでなんか年下って言ったじゃん、言ったんだけど、なんかいつもはなんて言うんだろう、いつもは「デレナのファンやねん」って相変わらず古い見せないでよ、え、見せてるよ。変なこと書けないじゃん。いいよ書いても、変なこと。本当に怒られるのよ。え、まあまあまあ別にね、気持ちだけで嬉しいから、今入ってきてそうやって伝えてくれるだけで嬉しいんだけど、そう、何の話してたっけ、忘れちゃった。そう、友達と話します、そういう風に。あ、そう、親友があのいつもはなんかちょっとバカにされてんの、年下だけど、そう、え、な、じゃあね、親友とのなんか話、
なんかかきれんの誕生日だった時があって、誕生日だった時があってというか今年の誕生日になんか今年の誕生日まだお披露目前じゃん、9月だからかきれんの誕生日912だから、そうだから誕生日前でなんか前髪いかれちゃった、まあいいや、そう、それで誕生日前で、でレッスンがあったの、次の日学校だったので、なんかさつきちゃん様子しないからね、知らんけど誕生日前に出会いたかったですね確かにみんなにお祝いされたかった。まあまあまあ、これから何回もね誕生日なんてあるんだしで、そのさ誕生日だったんだけど、あ、ハートありがとう、またなんか9月というの今知りました、いい、そう、なんかもともとはなんか夜遅いし、そのレッスンなんか夜遅いからって感じだったんやけど、なんかそう学校もあって、しかも午前中学校行ってレッスンして、でまた兵庫に帰ってくるみたいな感じで、次の日学校やから帰って、でそしたらなんか駅に親友が来てて、でそうで、もう一人の年上の先輩、みんなバスケ部やねんけど、そう中学の時のバスケ部の、そう先輩と後輩と自分みたいな3学年で、そう前言った淡路島一緒に行ったよっていうでいて、そう、それでなんかもう、でその時が9月12だからお披露目に向けて一番大変な時だったんよ。でめちゃくちゃしんどくて、めちゃくちゃっていうかなんか多分まあ気分とかもあるんだけど、なんかもうすごいやっぱ慣れない環境が、まあ、今は慣れてるから、今は慣れだしたからまあ大丈夫だったんだけど、なんか本当に辛くてしんどくて、で深夜にしかも来てるの知らなかったからめっちゃ嬉しくて、そうで、そういう時はなんかいつもはなんかバカにされるんよ、なんか年下、なんかあんた年下やんみたいな、みんな年上やからなみたいな、そんなさバカにしてんみたいな、いつもは言うねんけど、なんかそういうその時になんか親友は気づいてくれて、なあかきれなみたいな、大丈夫みたいなかきれなが一番可愛いねみたいに言ってくれて、え、泣いた、めっちゃ泣いた、なんかもうあれ、そう泣いたその時は泣いた、マジで、けど笑いながらで結局まあ楽しく、そう話してって感じ、泣くよねマジで、めっちゃしんどくて、その時に慣れなさすぎて環境が、で土日は家に帰れないし、ホテルで一人だし、ご飯もコンビニばっかだし、あー誕生日なのに学校行ってなんか帰ったらもう遅いし、誕生日じゃなくなるとか思って、めっちゃ一人でイライラしてたの、なんで誕生日なのにとか思って、でも仕方のないことだしとか思ってそうで、親友がなんかかきれなが一番可愛いでみたいな、そういう時だけ言ってくれるから本当なのかわかるじゃん、そうだから、そうめっちゃいい親友でしょ、まあその子しか友達がいないんですが他にそういう子はいないんですけどそうイラチしてました、もうなんでなみたいな、誕生日やで今日みたいな感じでまあそこまではあれですけど、そうなんですよ。でなんかお披露目してからもなんかしんどくなる時も、え、そのなんかごめんみたいな、最近しんどすぎてさみたいな、マジでごめん来てくれたのにみたいな、泣きながらめっちゃ言ってて、そしたらなんかそれがあったからかもしれんけど、なんかまあ次にお披露目した後になんか会った時にしんどいみたいな、なんか最近どうなみたいな、けどみたいな、
もう絶対かきれなが一番可愛いからみたいな、そう言ってくれる毎回まあけどそれを最初に言ってきて、そうあのその日一日最後までバカにされるかきれなっていう、最初のどこ行ったって感じぐらい、なんか何してんのかきれなみたいな言ってくる後輩のくせにそういい後輩、いい後輩ですね。信用人いるだけでいいじゃない。それはそう。マジあん時はほんまにしんどかった。そう。ちゃんかわいい。それはそう。ほんまにしんどくてあん時。マジで。なんかもう何しても、そうしんどかった。今はもう全然慣れたけど、慣れなさすぎて、あとなんか次の日学校っていうのがきつすぎて。そう、それがきつかった。次の日なんか精神的にもきついし体的にもきついから、やべえこのままじゃみたいな感じそう、あとその時はさまだお披露目前やから、なんかショールームとかもないし、みんなの声も届かへんし、なんか自分だけ、なんか周りのみんなはなんか12期に会った時にはなんかみんなメンバーずっと笑っとうし、もうかきれな笑っとったんやけど、その時はけどなんかみんなしんどくないんかなとか思ったりそうだからショールームとかまだないから、だしエゴさしたところでそのなんていうんやろ、まだお披露目されてないっていうのがあるから、そうだからファンの人も絶対ツイートなんかあんまりせへんやん。そうだからなんかなくってその源になるのが、頑張ろうって思えるのがなんかなくなって、その時一時期一瞬だけどそうそう通いが きつかった。学校がしんどい。とりあえず学校がしんどかった。朝起きるのが朝苦手やから、余計苦手じゃなかったらまあ多分大丈夫なんだったと思うんだけどね。そう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 、だから頑張って必死にエゴさしてもみんなもうオーディション終わったから、あのショールームのショールームオーディション終わったから、その力になるものが何もなくって、なんかどうしようみたいな、これ頑張れるかなみたいな思ってました一人でまあ今はね全然慣れたし、まあ卒業ももうちょっとって思うから、まあ、卒業できればの話やけど、卒業できんかったらどうしよう、ちょっと頑張ります再び学校からの SR ね、その逆も、そう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 、それはそうなんだよね。そうだから今のうちに慣れとこうと思って、でも本当マジで慣れる。学校も次の日行こうって思えるし、そうえ、そうなの？ありますが応援してますいや全然なんか盛大に応援してねみんなな、んて思いながらも投稿したんだけどね。そう誕生日のやつは本当に嬉しかった。えだってマジであのその誕生日の日にめっちゃ泣いたから、そうだからその誕生日の投稿は嬉しかった。普通にありがとう。来年の誕生日はどうなるんでしょうね。たくさん笑顔で過ごしたいですねねえ、なんで、え、なんで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 、いいじゃんいいじゃん、盛大に盛大にレナを応援しよう、もう一回え、マジで嬉しかったよ。じゃあ来年の誕生日盛大に祝おう。お、いいね。来年何歳だ？ 19。 やばいじゃん、19歳なのもう。仲良くいようねみんな本当だよ、来年の誕生日も仲良くいよう。誕生日の次の日から離れていかないでね
盛大に応援とは君を応援することしか知りませんが、盛大に応援しようよ、ファキレノのこと応援して盛大に。来年の誕生日ね、楽しみ。どんなんだろう、初じゃない、こういう誕生日は。人生で、人生で初めてですね。当たり前だけどえ、どんなのなの普通の誕生日って。あと10ヶ月くらいあるじゃん確かに、かきれな生きてるかな。コロナの中でね、応援してくれてるんだったらいいやかきれな生きてますかね、10ヶ月後。19歳、早くない？え、19歳に見えます？私、え、まだ10ヶ月あるけど、え、18歳に見える。まずまず18歳に見える。え、17歳って言いたいんだけど、一生だだだだ。あと1ヶ月くらい。そうなんだ。ってことは1月、1月中、12月中か1月中か。誕生日は普通に過ごしてもらってそっか。え、見えるん？18に。17に見えて、17がいい。18に見える？嘘やん。柿本玲奈17歳です。17歳です。17歳です。17歳です17歳です。1221。そうなんだ。そうなの？おめでとうじゃん。もうちょっとだね。クリスマス近いのいいな、めっちゃ。バレンタインも楽しみだね。たくさんファーストされるんかな。嬉しいね。25歳に見える、本当に？ねえ、ひどいよ17ちょっとって何よ。17歳と何ヶ月っていいかとか。確かに17に見える、見える。あら、それ見えてないじゃん。17に見えない。嘘、やっぱ17超えたからかな。17歳がいいんだけど。17歳がいい。17に見えないの？なんで？なんでなんでなんで。でもかきれな結構童顔って見える、言われる。高一に見える。でしょ？クリスマス近いとプレゼント一緒になるんだよ。クリスマス近いの？誕生日と。確かにそれ嫌だね。確かにそれ嫌だわ。言い張れば生きる、17でも生きる。本当に？本当に？あ、お化粧してないとか。確かにそれはそう。もうお化粧してないと家族にさ、小学生みたいに言われるんだけど、あんたやばいよみたいな、顔幼すぎてどういう方みたいな言われる。確かに、でも化粧したらそりゃそうだね。1月16日なの？そうなの？本当に？1月11日がパピーの誕生日で、1月30弟の誕生日なの。1月レナの周り誕生日多いなーとか思ってたら、本当？そうなんだ。あまり変わりないですね。本当よかった。じゃなくて言われる、一緒だね。確かに見えるかも。ランドセル背負ってほしいもん。スピン配信していいよ全然。でもあんまし、どうなんだろう。みんなどう？スピンとお化粧やっぱ違う？4月なんだ。桜だね。桜いいじゃん。それは20代後輩になると続くかも。あー、逆にね、今は若すぎてね、あんまり違和感がないか。昨日はね、みんなとちょっとメイクしたみんなと涙袋メイクをしました握手会来ていいよそうだね、近いね。
まあそっか、え絶対見つけてあげたい、え絶対見つける。あ推しだよね、11期の誕生日のみなし12期も思い出せるってあるん。まあそれは誕生日が来てからのお楽しみですね。皆さん誕生日来ました？私のメール登録してから。なんでこんなに星になるの？それな、結構星になるよねみんなのコメント。スピンは幼く見えるのかな、多分ね。スピンは多分めっちゃ幼く見えると思う。電車内とか小学生で行けんじゃないとかめっちゃみんなにバカにされるもん。大人っぽい顔になりたい。でも大人っぽくない？かけるな自分で。確かに10ヶ月待ってって言うんか、待ってんぞ。え10周年のさこれって何なの？身長、あ確かに身長、身長ね、身長あるわ。身長だからだ、直で会った人は言い直すんだよ、かきれなはあんまり大人っぽくなかったって。そうだ、顔だけ見たら、顔だけ、顔だけだったらなんか身長大きく見えんのかな。かきれんさんの時間詰まるだから来年までお預けだね。楽しみだね誕生月来年のまだまだだけど。そしたら身長小さくて可愛いか嬉しいけど、嬉しいけど身長もねでかくなりたい。もっと何センチ今ね153とか4とかだから、153、4だから、あと6センチ、5センチ以上は欲しかった。160ぐらい欲しい。160ぐらいありそうでしょ、よく言われるから。ありそうだけど実は153とか4しかないんです。実は全然ないです。身長、身長欲しいな。でもさ牛乳ってさあんまりさ意味ないって言うじゃん。顔大人っぽく見える、あ本当に配信の時で違いすぎてやばい。え嘘、配信どんなイメージなん逆にあー配信のイメージが身長高そうなイメージか。あおつかきお疲れな、やっほー。160ありそうなのにないの本当意外ね。みんなに言われるそれ。えそう、顔だけなら160ありそうってみんなに言われる。身長ね意外とねちっちゃいんだよね。それだけ見たらもう少し身長ありそうな感じ。本当にそれ本当にみんな言うね、ちっちゃく見えない。えそうなんだ、意外だね。こっちが意外なんだけど、みんなも意外なんだと思ったんだけど。ココハちゃんとの身長差、そうなんだよ、ココハが横に並んでたからレナの身長の小ささがめっちゃくちゃちょっと浮いちゃったよね。で裏でココハとココに2人身長でっかいじゃん、ココハとココに挟まれてこんなんなってた。でみんなにバカにされた。それって吠えてるのかどうなのか気になる。え身長顔だけなら160、え本当にマジか、マジ顔でっかいからかな顔大きいからこの顔の大きさのサイズはまあこいつは160ぐらいじゃねーみたいな感じなんじゃないみかんの時さえマジで、えそんなにマジか。でもねココハが横じゃなかったら別に多分大丈夫だったの。あーまあかきれなこんなぐらいなんだみたいな感じなんだけど、多分、え多分わかんないけど、ココハがね横にいたから。ココハスタイル良くていいよね、スタイル悪く見えちゃうココハもココもスタイルがいいからいいよねそれ。いやそんなことないよ本当に。牛乳身長伸びる人の苦しみ不足を補えるけど伸びる要素ない人が飲んでもあんまり変わらないじゃあ今飲んでも変わらないってことだね。
あ、でも成長期に飲めばあれなんだ、変わるんだ、多少は補えるんだね。じゃあ成長期に飲まなかったからか。でも法人なかったらもうちょい身長小さ何よ何よ何よ、制服こんな感じなんだって見てた。え、そう、でもさ、あのみんなパンツスタイルだったじゃん。普段あんまりさズボン履かないの。ワンピースかあのスカートだから、そうだからめっちゃ迷った。握手会とか東京で身長バレるから。あ、そうだね。こんばんは。小顔ではないよね。え、けどさ、なんか小顔って言われる時もあるんだよ。だけど小顔じゃないと思う、普通にみんなの顔が小さすぎるんだよ多分。かきれなは普通なんだよ多分。握手会では台を用意してくれるから安心だ。え、身長バレないってことかな。なんか星がめっちゃ多いね。じゃあスニーカーはあまり履かないかな。レッスンの時とかは履くね。レッスンの時というか、そのレッスンの時、レッスンの日の服、こういう服で行ったりするから普通に。もうめんどくさすぎて、もうなんか新幹線だけど、レッスンの時はそうスウェットって感じだから、そういう時はスニーカーだね。それ以外はレッスンじゃない時はワンピースとかかな。ワンピースとかって感じだけどさ、あのみかんの剥き方さ、あのビブス着てたからさ分かんなかったですよ正直。私服あんまり普段清楚系だとか、え、別に何でも着るよ何でも着るよ。みかんの右肩の時もスニーカーだった。スニーカーだった、うん、スニーカーだね。え、スニーカー、あれってスニーカーだよね台に乗って、それだけは怪しきの370cm になれる確かに確かに。あ、そっか、みかんの配信したわ、したわ、したした。あれスニーカーかサンダル履いてる人いた、逆にいないよね。え、だけど夏サンダル履きすぎて、なんか夏と冬の境目であのスニーカー履いていったら、あのみんなにかけりのずっとサンダルしか履いてないからスニーカー履くんだとか言われてバカにされたんだけどウケる。ワンピースだから、この足首まで隠れてるワンピースとかだったらさ、夏だったらさ、あれじゃん、スニーカーおかしいじゃん、ワンピースにスニーカー。みんなよく見てるねみんなよく見てますね。ナイキだね、ピンク、ピンクだったの。握手会ではセリフ始めばいいです。あー、確かに楽だもんね、長いこと立ってなきゃダメだし。こんばんは。可愛かったでしょ、あの配信で見た時、私服セーターなんかキラキラついてて、つぶつぶの意外とちゃんと優しいなんか面白い、嬉しいけどなんか面白い、普通にちゃんと見てるのが面白い、ファンの方たちがなんて思って見てんの、なんかやだななんかちょっと嫌なんだけどえ、時間大丈夫かな、みんな何時か教えて。時間やばい、そんなことない、いつもギリギリでさ、え、もう何分なのみたいな、見てないようで見てますあ、え、もう15分ぐらい、やばいじゃん、マジで言ってるそれ。え、もう話せないの、あと15分ぐらいか、見てないようで見てますみんな見てるね、しっかり案外。
嬉しいけど面白いわ。なんかまだ髪の毛乾かしてなかったのごめんね。ありがとう、ずっと来てくれてて。いってらっしゃい。時間嘘つくの。あ、時間嘘ついてんの。42分じゃない本当は。トーク会でお初しに行った時どうだった。あん時ね、でも身長ね、あのヒール履いてたから多分あんまりあれだったんじゃない、分かんなかったんじゃないかな。てか全然標準語で喋ってるけど全然話せるね普通に。どっちでも話せる。なんか関西弁ってさ生意気っぽく取られるじゃん。いやだって今の場所訳したら、訳したらとかなんか英語みたいになるけど、生意気っぽく取られるやん。やでやでとか言ってさ、ほらなんかさめっちゃ生意気じゃん、生意気だよこいつみたいになるから。そう、よかったですよ。お、ありがとうね。イントネーションもそう、お母さん標準語だからさたまにおかしくなるよね、かきれなイントネーション混ざる、標準語と関西弁が。タメ口やからやろ。あー確かに敬語だったらおかしくないか。敬語やったらおかしくないですか。なんかちょっと圧に、圧じゃない、おかしくないですかみたいな。わからんけどどうなんやろ。そうやんな、ジャケを気に入ったんだけどね。何々ジャケなんやろ。お断りだよ、お断りジャケ強めの敬語になっちゃう。え、生意気とか絶対思われてるよね誰かに。配信の時、配信って関西弁喋ってた時だから関西人うるさいとか書かれるんだよ昼間らしさがない。本当ほんまって感じ。ほんまほんまに。うん、結婚してありがとう、ありがとうぐらいやったら大丈夫なんよ多分。方言でないないとか思わないけど星多いよな最近。ほらなんか友達みたいじゃない、星多いよなって。なんか画面暗くね、暗いよな画面。生意気とは思わない。あ、ほんとならよかった。素のかきれなの方がいいやん絶対。みんなこれが素やから。素というか別に標準語でも素ですけど喋り方の問題。あ、そっか、結婚してな、何やったっけココハの、お断りでーす、お断りでーすやっけ、お断りしまーすみたいな。生意気が欲しいなるんか、そういうことね。欲しいですなんかわざと欲しいですって送った人みたい、面白い。欲しいです欲しい欲しい。嫌ですかね、星の基準何なんだろう、誰が決めてるんだろう、運営か。そらそこは何もじゃなきゃダメですっていうやばい、おもろそれは、それは面白い。ちょっと唇の色が、なんで見て縦じわめっちゃできとんねんけど、縦じわ良くなるやつがあるんだけど、なんかあんまり聞こえないやばくないよ別に。縦じわが治りません、縦
中が続いたら長くなるんよ、あれが、あの乾燥が長引く、で皮がむけてきて痛くなる。お金持ってますか？あ、それで行こう。じゃあ結婚ギフト来たらお金持ってます？だいぶひどくない？それ関西弁で断ってほしい。関西弁で断る、え、なんやろ、なんて断ってほしい、断ってほしいとか言って、結婚は嫌結婚は嫌、あんまり関西弁じゃないよな、なんやろ、ようわからんなって言っとくか。じゃ結婚ギフト来たらようわからんなやばいやつやんそれ。こいつギフトの意味もあせえへんで、で行く、せえへんよ、せえへんよ、あんまり言わんかも。あ、断らないでほしい人もいんね、中には。なきゃかけないで結婚は、え、嫌なん、なんで、なんで、なんでよ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 、グンドファンがセットやんやめてよセットって言い方。え、何分何分、今何分ですか？レナの予想45分、45分です。曖昧な関係でいたい人は、え、どういうこと、どういうこと、駆け引き、駆け引きするってこと恋の駆け引きですか？結婚して結構です49分、本当？え、そんな経ってんの？え、うそー、マジか。じゃあとりあえず今からの予定言うね。え、聞いてほしい、昨日1時ぐらいまでダンスしてたんだよ、偉くない？今日はとりあえず11時までダンスして、そっから寝る、お風呂入って、駆け引きしちゃう？みんなと恋の駆け引きしちゃう？先に落ちた方が負け。お先に失礼します。あ、そっか、おやすみ、いい夢見てね。もう50分、あと10分か。今日合計3時間それもやってるの。え、そんなにやってた？嬉しいじゃん嬉しいじゃん。自主練ないでしょ、キッチンテレート先に落ちた方が負けだよ。え、絶対みんなのことは落とせる自信があるよ、当たり前だけど当たり前だけど。声をかけ引きできるぐらい経験豊富なのかどんなことかけ引きしようかな、どうしようかね。お腹空いちゃうよね絶対。ちょっとたくさん配信してくれてありがとうね。ありがとう、こちらこそ、ずっと入ってて、いっぱい入ってくれてて、頑張り屋だからね多分まあ、落とされない自信しかないよ。みんな落とされない自信しかないの、それは間違いだよ。チッチッチそっか、これはちょっと燃えてくるね、この戦いは。燃えますね伸びてくれな、結婚してやるめっちゃ上からじゃんちょろい、ちょろい、限りのちょろくないよX ってハッシュタグ間違えたかわいい、何、どうしたのこんばんは、 JK には勝てる、おー言ったねよし、早く JK 卒業しよう、絶対卒業するぞ。おー、みんなみんなやる気満々だね。お小遣いなんか元気これね、お腹が鳴ったら落ちます。いや、みんなはね好きぐらいじゃ落ちないよね、きっと強い相手だから
ハナハナ配信終わったんだ。ハナハナ終わりました。明日学校じゃん。明日はね、折り紙の時間があるんだ。図工室みたいなところに行って、図工室って美術室か、高校生は美術室でやんの、折り紙、折り紙するんだ。折り紙の時間、そう、お互い好きだけじゃ落ちないよね。そっか、そうだね、お互い好きでも、うん、そうだね、落ちないね。あきれな別にあれだから絶対落ちないよ。え、千バルズじゃない、千バズルじゃないよ。図工って懐かしい、めっちゃ図工って言っちゃった。小学校か中学校でも言わないよね、図工室って。小学校通ってないよ。実習で小学校通うかも、大学の楽しみ。保育実習とか、実習楽しみ。普通に実習楽しかった、高校の。めっちゃ難しい折り紙。え、なんかね、もう折り紙難しくて、あの美術の先生にちょっと先生みたいな、今関西弁なんですけどちょっと先生みたいな、じゃもうここわからへん、ちょっとやってみたいな言って、先生がなんでそんな怒ってるのか木本さんで、まああの、え、先生ありがとうできたみたいな言って、まあ、1個終わります。で2個目の折り紙がまたわからんかったら、なんかちょ先生またわからんみたいな、教えてみたいな言って、先生がこうやって来て、もう柿本さんずっと怒ってるやんとか言って、そうずっと怒られてる、怒ってるし怒られてる先生おもろね、やることたくさん、絶対大学の実習は。そう、木本さんすぐ怒っとうやん、また怒っとうん、どうしたんとか言ってそう、そうメルカリ使えないからそう時間でやんなきゃいけないから、授業中に。そうそう、だからずっと先生を独り占めしてます、図工の時間に、美術の時間に。何か笑いたいし先生で名前変えおもろい、ほんとマジでそんな感じなの。そうおもろいよね、こんな短期なやつやだえ、でもさマジでさ折り紙ほんとにむずくて、なんかさ、あの折り紙の説明の紙みたいな、あのもらえるんだけど、なんかあのわかる、折り紙で言う、よく言う、あのここの袋を潰します袋潰す系、いやどこの袋だよみたいな、潰し方わかんねえよみたいなえ、これはマジであるあるだと思う。そう、あ、55分ありがとう、あと5分だ、あと5分でこんな盛り上がっちゃった一人で。そう、なんかここの矢印のやつをなんか開いて出して潰しますみたいな、いや何それみたいななるのえ、そう、山盛りとか谷盛りとかわかんない。あとなんかこの前何作ったんだっけ、あれなんだっけな、あ、金魚が作ったんだよ。そう、口悪いな、ごめんそう、口あえね、なるよね、これは分かる人には分かるんだよきっと。それでなんかえ、何話そうと思ったんだっけ、やばい、あと5分、思い出して、え、なんだっけなんだっけ、あ、そう、金魚を作ろうと思って、なんか金魚ってあの兜まで、兜あるじゃん、兜、あのこの兜を折り紙で折って、兜までは工程が一緒なので、その後になんかハサミ使うんだよ金魚って。ハサミ使うんだけど、なんか紙ないかな、あの例えばこう普通に1枚だとするじゃん、これが。そしたらなんかこことここの間は開けて、こことここだけ切ってくださいみたいな、こことここを切ってここは開けてくださいみたいな感じだったんだけど、全然はその説明が意味わかんなくて、もうなんかジグザグジグザグずっとさ全部切っちゃって、でなんかあのペロって取っちゃったの、あ、切れたみたいな、え、こっから先どういうことみたいな、え、紙ないのになんで折り紙の説明書折ってんのみたいな、どういうことどういうことみたいな、え、ちょ先生
えどういうことこれみたいに言ったら、え切ってもたみたいな、ここ切ったあかん場所やのにみたいに言われて、えどうしたらいいみたいな、もう一回作り直さなあかんわみたいに言われて、え先生作ってよって、無理です言われたそう全部切っちゃって、そうとガチ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 、え折る場所がないんだけどみたいな、そうなっちゃうんだよ折り紙めっちゃ作りました。おお、そう、もうこの折り紙が苦手すぎて、折り紙もともとできないから、ね、あるよね。違う、友達もなんか聞いて、えここ切るんだよねみたいな、切る前に聞いたんだよ。であそうそうみたいな、友達金魚もう作り終わってて、で友達は多分ここを残すことをかきりなを分かって切るんだよねって聞いてきたと思ったんだよ。そうで、あありがとう切るんだねって言って、ジョギ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 って切って取って、なんかえちょっと先生折り方分からへんって言ったら、えレナちゃんそれ切ったらダメだよみたいななって、えそうなって感じで結局作り直しました。そうで金魚難しすぎて、あのえちょやばい時間、はい少しタイム、はいチーズカシャもうこれでいいやみんなおやすみまたこの話は続きをまた明日、みんなありがとう、今日も2回分ありがとう、じゃあねまた明日、じゃあね、おやすみ、ありがとうありがとうね、おやすみおやすみおやすみ、じゃあねじゃあね。